チャーリーガー養成所で猛特訓。ここで島袋くんは3割5分を超える打率を残し、首位打者に輝きました。8月下旬に帰国し、今は日本で調整を続けている亮平くん。そんな亮平くんを誰よりも心配し、温かく見守っているのがお母さんのスサーナさんです。なんで会うの？おやすみ来てる。誰ドロドロドロアメリカからフォーニック、ワニのフォーニック。亮平くんの目標は20歳までにメジャーリーグに上がること。彼が今やってることをずっと続けていけば、4年以内にはもう上に上がってバシバシ4番か3番打つでしょう。増えてるメジャー。メジャー当然そうです。いよいよ登り始めた。